柳田正夫は、徳島県出身の元プロ野球選手で現在は、プロ野球審判員。以前の登録名は、柳田光一。審判員袖番号は5。選手として、タイトルを獲得した後に審判に転身した数、少ない選手。徳島県立鳴門商業高等学校を卒業後、ヤクルトスワローズに、ドラフト3位指名で入団。当初は、内野手。 野村克也が監督に就任した1990年に瞬足と強権を買われてガイア州に転向。ガイアのレギュラーだった栗山秀樹がメニエール病の悪化による不調で出遅れたため、橋上秀樹とのポジション争いを制して開幕戦に2番右翼手で先発出場を果たし、持ち前の瞬足と強権を生かしてそのままガイアのレギュラーの座を確保。シーズン中盤からは、 中堅守に回り、講師を評価されて、自身唯一のタイトルとなる、ゴールデングラブ賞を受賞した。しかし、翌1991年には、球団初の背番号を例をつけるが、打撃不振のため、外野にコンバートされた、飯田哲也、飛ばしの健治らとのポジション争いに敗れて、レギュラーから陥落し、以後は、出場機会が減少した。 それでも1992年の日本シリーズには、守備固めとして2試合に出場。第5戦では7回裏に、西武ライオンズに同点に追いつかれた後、なおも一打2転の場面で、ライトフライをフェンスに激突しながら補給するというプレーを見せた。1994年に近鉄バファーローズに移籍、西本幸雄監督以来欠番となっていた背番号68をつけるが、 佐々木京介監督就任で変更となった1996年、限りで現役引退。近鉄からの戦力外通告を伝えた、球団マネージャーに審判員テストの打診を受けたことで、第二の人生となる審判員生活が始まった。1997年により、パシフィックリーグ審判部に入局。審判員袖番号は1997年から2010年までは8。 2011年以降は5。2020年終了時点の出場試合数は2077。オールスターゲームには2002年に出場、第2戦で球審を務めている。2007年には、日本シリーズ2発、出場、中日ドラゴンズの山井大輔と岩瀬ひとのりによる系統での完全試合となった第5戦では、球審を務めた。選手、審判の両方で、 日本シリーズに出場したのは、久保田治井上忠幸についで3人目である。2007年は審判員奨励賞を受賞。2009年7月5日の東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ第9回戦で一塁累進を務め、通算1 0試合出場を達成した。2010年に主任に昇進、役職名変更により2011年からクルーチーフとなる。 2013年から球審での構えをシザースタンスから基本構えのスロットスタンスに変更した。2014年6月3日、北海道日本ハムファイターズ対広島東洋カープ第1回戦で三塁累審を務め、NPB 審判員としては史上86人目、現役では15人目となる通算1500試合出場を達成した。2019年5月10日、 読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズの試合にて球審を務めた柳田は4回裏にアウトの場面で巨人のダジャマル加工のファウルチップをまともにマスクに受けマスクが大きく変形する形となり額から流血してしまった一度ベンチ裏にて治療を受け数分後に一旦復帰したがその後4回裏が終了した後に負傷交代するという形になり5回表からは二塁類進の 佐々木正信が急進、控え審判の本田英栄治が二類類審に入り試合は続行された。その後2019年5月21日、埼玉西部ライオンズ対福岡ソフトバンクホークス戦で二類類審として復帰している。2020年シーズンはクルーチーフの役職を解除され一般の審判員となったが、2021年シーズンからはサブクルーチーフに就任。 再び役職に就くこととなる。2020年6月25日、明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース3回戦で一塁塁審を務め、史上69人目となる通算2戦試合出場を達成した。球審を務めた2012年の日本シリーズ、北海道日本ハムファイターズ対読売ジャイアンツ第5戦で4回表、 巨人の攻撃の際、日本ハムの通した電野数人は、巨人の打者、加藤健に内角高めの玉を投じた。加藤はバントの構えからバットを引こうとし、大きくのけぞり倒れ込んだ。柳川このプレーを投球がヘルメットに当たったことによる死球と判定し、他電野に危険球による退場を宣告した。この判定に対し、日本ハム監督の栗山秀樹が約4分間の、 抗議を行い、バントに行ったのであれば、空振りでストライクになると主張した。また、日本ハムの保守の鶴岡信也がメディアに対して説明したところでは、柳田はこのプレーを一旦、ファウルボールと判定したものの、巨人監督の原辰則の,の抗議の後、死球に変更したという。メディアは、正規の大五審などと報じ、退場処分となった多田屋は、 騙す方も騙す方、騙される方も騙される方とコメントした。野球評論家の張本遺さんはサンデーモーニングで視覚にはなるが、累心に確認を取らないと、ピッチャーがかわいそうと批判した。加藤は引退後にこの件を振り返り、ベンチに戻って映像を見たら当たっていなかったです。ボールが顔にめがけてきて当たったと思っているから目もつぶっている。 何が起きたか分からず、その場に倒れてしまいました。顔にボールが来ていたし、バントの構えから避けようとしたバットが、ヘルメットに当たったんだと思いますと述べた。なお、日本シリーズでの退場は1969年代4戦の岡村浩二以来43年ぶりで、史上二人目で、危険球による退場は多田屋が初であった。柳田正夫に関するカテゴリー。ありがとうございます。